いや、その YouTube 活動応援しますと。おお、マジですか。かつソープもね、高級店に行けるかもしれませんので非常に良かった。本当にもう素晴らしいお店ですね。うざっす。今日もノコノコとやってきましたね。もう昨日あんなことがあったのに。あんなことありましたよ。進むしかないんですよ。前に進むしかないんですよ。もうここは今里駅ですね。今日の行き先はどちらですか。まあ、今里といえばね、もう今里新地だと。と思いますよね。と思いますよね。うん。このチャンネルが今里新地に行くと思いますか。またか。またそんなバカな。嘘でしょ。マジっすか。それは冗談ですよ。いや、冗談ですか。よかった。ちょっと焦りますよね。毎回本ほど脅かされますわ。マジで今日の行き先は今里新地です。 ありがとうございます。しかし昨日はね、ちょっと笑いすぎてね、僕いろいろ聞くの忘れてたんですよね。お相手の男性の方はどんな方だったんですか。40、50ぐらいのおっちゃんですかね。お兄さんと言うべきか。誰に似てるんですか。顔が見れなかったです。余裕ないですよ、そんな。大爆笑ですよね、編集前のビデオ見るだけで。まずでも一つ言いたいのは、まずこういう体験をさせていただいたことに関しては、その方に対しても本当にありがとうございますと、お礼は申し上げておきたいなと。もうあれはダメですよ、一種格闘技ですよ、あんな。イノギバサスモハメドアリかと、ナスカワ天心対メイウェザーかと。ちなみに、はい、小屋さん、はい、今日は二つ目のビッグニュースを。ビッグニュース、ほう、発表させていただきます。あ、マジですか。昨日ね、名門ホテルに潜入する前に一つ目をお伝えしたと思うんですが、はい、二つ目は、はい、ベンリーっていうね、自動更新ソフトがあるんですよね。それを作ってるのが、はい、ある大手の広告代理店さんなんですよね。はいはいはい。なんと桑田さん、はい、その大手の広告代理店さんがね、はい、僕らをバックアップしてくれることになりました。マジっすか。そうなんですか。これで、お仕事の依頼やね、はい、タイアップ動画の作成、はいはい、など、はい、いただけるのではないかと。おいや、本当にもうまずもうここもうね、これでね、僕らのね、金欠遠征も終わりですよ。金欠ね、確かに。あのちゃんこのね、はいはい、渡辺さん、あの引きこもりの、はい、引きこもりのが、はい、紹介してくれたんですよね。いや、本当にもうありがとうございます。もう本当にもうこの歩きながらで申し訳ないですけど、もうこうなります。あの後、はい、渡辺さんから連絡来ましてね、はいはい、潜入動画から、はいはい、逆にありがとうございましたと。あ、はい、やっぱり全国展開されている社長さんはね、はい、心の広さが違いましたよね。あ、でなおかつよかったら、はいはい、要するに YouTube 活動応援しますと。おお、マジですか。紹介していただいたんですね。マジですか。ということで、はいはい、これからもしかしたらお仕事も入ってきたりね、はいはい、いろんなところにまた行けて、はい、なおかつソープもね、高級店に行けるかもしれませんので、楽しみに。自分楽しみにはしますけども、逆にも皆さんにもね、楽しんでいただけるものが出せられたら、もう自分はハッピーですから。いや、昨日以上の動画は撮られへんやろ。上げて落とす感じやりますよ。名作やで。ありがとうございます。いや、迷う方のね。ちなみに僕は、はい、渡辺さんと明後日会ってくるんで。マジっすか。あ、品川でね。ありがとうございます。本当にもう着きました。めっちゃ早いですね。結構近いですね。今里は確か置き屋のシステムなんで、はい、どこ入っても一緒だったと思うんですよ。ちょっとしばらく歩いてね、はいはい、返してみましょうか。結構連なってるんじゃなくて、結構点々としてますね。そうですね、あんまり。いや、めっちゃ可愛かったやん。あ、見ました。見たよ。よかったです。え、よかったですよ。過去で一番可愛かったんじゃん。そうですね、確かにめっちゃ可愛かったです。20代後半から30代前半ぐらいのめっちゃ綺麗やったやん。そうですね、26です。言葉が出ません、僕は。めっちゃサービスよかったです。いや、まず今里ですよ、ここ。そうですね、住んでる方には悪いですけど。何区、東成区ですか、生野区。今里ですよ。いや、俺ここ5、6年見た中で一番綺麗やってんけど。お金返してくださいよ。ゴムですか、生ですか。ゴムです。あ、ゴムはゴムない。さすがにゴムはゴムですね、それは。いや、羨ましい。いや、僕ね、オーナーさんにいろいろ聞いてきましたよ。あ、そうなんですか。やってる間に。いや、オーナーさんもめっちゃいい人やったしね。帰り際もね、めちゃめちゃ丁寧で、本当に。
や、まあ、灰皿どうぞお茶どうぞっつってさ、俺何もせえへんのに、はい、ただの YouTuber やのに、もっと今里宣伝してくださいみたいなさ、なるほど、いろいろ聞いてきましてね、はいはい、今里は7、8年前にね組合が変わったらしいですね。で昔はやっぱり反社とか、はいはい、そっち系が入ってきててんけど、はいはい、組合がしっかりしたことによって、はい、まともになったと、生まれ変わったみたいなね話を聞きました、はいはい、でなんと僕が一番びっくりしたのは、はい、新規出店 OK、 保証人2人必要、はいはい、ただやっぱりつてはないと組合に入れないらしいんですけど、はいはい、なるほど、建物建てれるんですよ、ここすごいですね。オーナーさんは過去で一番いい人やし、はい、女の人一番綺麗やし、すごかったです。最後は何でスプラッシュしたんですか。最後はね、今回騎乗位でした。おおお、騎乗位スプラッシュです。なんでそんな落ち着いてるんですか。興奮のあまり逆にです。いや、よくコメント欄にね、はい、今里新地行ってくださいって書かれてるんですよ。はいはい、で僕はね思ってたんですよ、はい、いやそれはもうオチは分かりきってるんですよと、はいはい、もともとコリアンタウンだしね、そうですね、柄のいいとこじゃないし今里行ったところで何も出てきませんよと、あ、まあまあ思ってたんですけど、はい、びっくりしましたね。新発見ですよね、本当に。いや、これは貴重な情報ですよ。言葉でいいんよね、ほんま。そうですね、もう良すぎて、いろいろ。これだってそうだろうと思い込んで想像の世界で行ってなかったら変化してることに気づかぬままですからね。そうですよ、思い込みの世界で生きてましたからね。これは貴重情報です。すごかった、来てよかったなと本当に思いました。ねえ、ほんで宣伝しといてくださいって言われたんですよね、オーナーさんに宣伝していいんですか、逆に。名前出していいんかなと思うんですけど、ヒントを出しますよ。まあ、まず新築です。ひらがなで2文字、漢字で1文字ですね。なんてオーダーしたらあんな絶世の美女が現れたの。実は今日10人ぐらい多分いてるんですよ。めっちゃ多いやん。若ければ若い方がいいかなと、はいはい、しかも自分はどっちかで受け身なので、まあ、ある程度攻めてくれる子がいいと、はい、で若すぎるとちょっと攻めの子がいないので、はい、だから20から30ぐらいの子ぐらいの方がいいよってことでおすすめされたのがその、はいはい、見られてるような方でしたね。若すぎる子がまだおるってこと。まだいてると、まだそのよりも下がいてる可能性があるってことですよ。だから全然あんな綺麗な子の下がおんの。いや、で言ってたもん、小野さんも、いやみんなババアばっかりやって言うけど、はいはい、組合が変わってからそんなことはないからっつって。なるほど。いや、昨日サウナで襲われた次の日ですよ絶世の美女すごいですね。どんだけ狂った街なんですか、この街は。大阪市民猛烈ですね、本当に。もうすごい。で最後、しかもそのオーナーさんもね、最後丁寧に、あの今日の子も良かったでしょうと、あの結構お客さんに言われるんですよとは、うん、ちなみにまだあのおすすめがまだ 2,3 人いますかっていうふうに言われて、そう、また次回もよろしくお願いしますと。非常に良かった、本当にもう素晴らしいお店ですね。素晴らしいですよ、今の新地は。海底に眠る財宝ですね、本当に。すいません、海底に眠る財宝です。すいません、わかりました。すいません。では最後に、はい、あなたにとって、はい、松本ひろしとは。松本ひろし、ひとしじゃなくて松本ひろし誰え、見知らぬ世界の人ですね。ありがとうございました。